はい、ということでメロン切っていこうか。はい、どうぞ。え、うち、うん、でもメロンの切り方わかんないもん。え、1個でしょ、でも切るの1個にしとく、いったん。うんうん。え、調べる、それともいきなりいく。いや、いけるっしょ、スイカと一緒でしょ。本当にいけんの、俺切ったことないよメロン。うん、嘘だ。ああ、でもなんかぽいわ。いや、まだそんな切ってない。あ、待って、これ夕張メロン的な感じ。いや、普段のです。えぐいよ、なんか。うん、そっち持って。オープン、せーの。うわ、ぎっしり詰まってる。メロンのイラストといえばこれみたいな。そうこれもあとさ、切り込み線、ここのさ、ここちょちょちょくてさ、切り込み線でしょ、うん、え、じゃなくて種のとこ切ってあげないの。え、種切る。種切るっしょ。種切る。で、ここが美味しいんだよ。いや、種切るよ。自分で切るんじゃないの。いやいや、切らないよ。取るよ。岡田兄弟。長野さん、食べたかったんだ。じゃあ次。まだ来てるから。ハイフライングガー、私は飛んでくよ。この2つ。はい、次。歌えるんですか。最悪だよ。はい、次。次、私の将来の夢は女優です。小学校のね、卒業式。 OK、 はい、切れました。あ、桃行く。桃行っちゃう。岡田兄弟。はい、次、桃。桃、誰これ桃買ったの。はい、え、桃、めっちゃいい匂い。桃、今の季節ですから。そうですよ。桃さ、あれやりたいんよ。あの、桃とオリーブオイルとチーズの、うまい、あれブラッターチーズでしょ。そうそうそう、うまい。だからもう何でもいい。スーパーでモッツァレラ買ってきてちぎって、オリーブオイル、コンビニで買ってきて。桃切れんの、あんたすごいね。切れる。うーわ、すごい、すごいでしょ。うん、桃むくのめんどくさってあんな食べないね。ほら、うん、熟れてるとこうやってむけちゃう。うん、どう、美味しい。つまみ食いすなって、そんなねえ、なくなるじゃん。寝てるよ、兄ちゃん。岡田兄弟。 YouTube の企画でやりたいやつとかで、なんか最近さ、ちょっと室内ばっかでちょっとマンネリ化してるやん。一時期さ、ドライブとか結構行ってる。ボーリング言うとき確かに。いや、ボーリング誰が見てて面白くないやん。なんてコストコ。コストコ行きたいね。コストコとか引きやねん。 YouTube あんの。でもさ、この間さ、俺とママでさ、二人でさ、休みの日さ、コストコはママさ、あのカード持ってるから連れてたるわってさ。どこです。行きましたよ。ね、そしたらね、私はコストコ好きなもん買おうと思ってさ、久々のコストコで、数年ぶりに。で、ママもとさ、なんか、うわ、久々やね、楽しいって言ってさ、いっぱい買い物してさ、1時間半ぐらいさ、バーン買ってさ、スーパーのカゴも山盛り行きます。で、こう、レジ持って行きます。カード見せてくださいって言われんのよ。で、ママが持ってきたカード見せたらさ、あ、これ期限切れですねって言って、うん、買えなかったんですよ。でもさ、メインはさ、野球じゃん、あれは。野球メイン行ったじゃん。俺は別にコストコが楽しみ。岡田兄弟。俺やりたいなんの。俺たち共通の趣味といえばサウナ。そう、ってことはテントサウナからの川ダイブできるやん。どう、ザ・サウナ。ザ・サウナありだね。運転をねするやん、それで。うん、うん、2時間半とか、どこでもいい。長野、長野とかさ、そっちの方行って。うん、いいじゃん。ありじゃない。あり。行きたくない。行きたい。行こう。よっしゃ、お兄ちゃんのおごり。ふっ、あの、おごりで思い出したけど、あれで言っとくよ、はいって言っちゃいけない面接やった時にゲームしてやる5万円までなんか好きなの。5万円なんて言って、いや、YouTube 見てください。何でも一つかね。いや逆に見てください。いや、本当に YouTube 見てください。岡田兄弟完成。ええー、いや、豪華。こんだけ何もやってない。なんかチーズ買ってきてよ、だったら。なんかさ、無駄話ばっかしてさ、横でお兄ちゃんチーズ買ってきてよ。滑ってたしさ、長野さんのモノマネも。滑ってないし。滑ってたじゃん。やって、長野さんも。はい。なんでママがやんねんよ。やって、やって。じゃあどっちの方がうまいか勝負しよう。じゃあどっちうまいか勝負しよう。じゃあお兄ちゃんまずやって。俺先行くよ、じゃあ。よーい、スタート。ミュージックスタート。ラッスンより5年が好き。ラッスンガス。今なんて、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 今なんて
く笑えないかったの、うん、いや、50点ぐらい、50点、よしよしよし、次俳優、はい、お兄ちゃん、一番大事なの忘れてた、カメラが飛ぶかもよ、はい、5、いけ、まだ次のことか、いけ、いけ、いけ、ミュージックスタート。一緒じゃん、いや審査員ちゃん、やってる審査員ちゃん、審査員ちゃんがやってみなよ、審査員ちゃん、審査員ちゃんがやってみなよ、今の踏まえて上でやればいいやん。ほら、岡田兄弟スーパー行きました、北海道チェリーモッツァレラ、もっと北海道大きいの買ってこいよ、うん、え、なんてもっと大きいの買ってこいよ、その言いようはないよ、ちょっと待てよ、だってちっちゃいのじゃなくて大きいの買ってこいよって、これとこれ一緒に刺して食べれるサイズね、一口サイズ、そうじゃないんだ、あれは手で裂いて乗っけるのがうまいんだよ、高かった、500円ぐらいした、ブラッターチーズ2つ買ってたら意味ないんだろ、これあの一番安いやつの 10% 増量だから、で量も多い、いくら ?340円、50円、だったら1つ大きいの買ったら足りるんだろ、岡田兄弟、これさ本来は大きいやつを手で裂いていい、やだ、いや裂かなくてよくない、裂いた方が美味しいんだ、一口になってよ、ないや、裂いたら分かってないな、作ったことないだろこれ、いや、咲かなくていいって、作ったことないだろ、だからトーマスの咲いてくれるの汚いからやった。よく言ってくれた、いやだからさ、ゴム手袋してあげる、いや、いらんって、そこまでしなくていいって、だから分かってる、絡まないんだって、バカだな、バカだな、とか言ってごめんね、天才です、咲かなくていいって、はいはい、え、ドーンってやればいいよ、なんで1個ずつしてんの、汁がまだ残ってんだよ、汁切れよだよ、まあバカだな、バカだけ言っちゃった。岡田兄弟桃とチーズのスペシャリテ、うん、じゃあいただきます、はい、うん、どう、いやいただきます、うまい、うーん、けどチーズかな、怒ってる、何、いやマジで、何、うちこれよく作るんですよ一人で、うんうん、あチーズ裂けてて、うん、絡み合ってトロトロしてるんですよ、うん、このチーズって周り硬いじゃないですか、はい、一粒一粒だから、うん、ちょっとなんかメインこっちでした、すいません、チーズを買いに行くロウリュ君に裂きすぎて、そっちが主役ぐらいちょっとなんか気合入っちゃいました、いきまーす、あ、おいしい、わぁ、いただきます、いいメロンだ、チルこぼすなよ絶対、うまいね、美味しいこれ、いやでもマジで美味しい、やっぱメロンいいわ、こんな贅沢食いできるなんてさ幸せ、なんか頑張っててよかったって思った、いいじゃん、いいこと言うじゃん、うん、どうでしたメロン、おい、くん、マジでやだ、浮いてないよ、だって今食べてたってやん、だってうち綺麗じゃんって、うん、まあ、嫌いになりそう、嫌いになりそう、怒ったかんな、許さないかんな、はい、はい、皆さんコメントの方待ってます、バイバイ、バイバーイ。